どうも、あいちです。このチャンネルは月曜日にね、動画を投稿することが多いんですが、先週、先々週とこんな動画を投稿させてもらいました。まず先々週が春休み中にやっておいてほしいことです。例えば筆箱のチェックだったり、生活習慣とか、あと部屋の掃除とかね、話をさせてもらったんですが、で、先週が授業の受け方、予習復習はどうやって効率的に楽にやっていくかみたいなアドバイス動画をね、撮らせてもらっておりますと。で、2週連続みんなにこういうことやってほしいっていう、みんなにやってねっていう提案をさせてもらったんですね。で、今週もそういった類の動画撮ろうかなと思ったんですけど、みんな新生活どうですか？実際めちゃめちゃ疲れません？新しい環境、生活って体と心を慣らすだけでもすごい疲れるのに、そこに今学校とか会社って人間関係が入ってくるので疲れますよね。私もともと新しい環境苦手なタイプなんで、すごいこう疲弊しちゃうタイプだったんですけど、疲れてると思うんです。で、そこにまたこういうことやってねっていうよりも、一旦どうってやれてるっていう確認をするのも大事かなと思ったので、今週は確認に当てます。で、確認かよって思うかもしれないんですけど、なんでそれを取ろうと思ったのかっていう理由も含めてこの後伝えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。新しい生活が始まって 1,2 週間経ったかと思うんですけど、実際どうですか？私は新しい生活に慣れるのが本当に下手くそで、気づいたら学校が終わってて、もう疲れ切ってるから家に帰ってもすぐ寝ちゃう。で、予習復習しなきゃいけないの分かってるんだけど、うまくできなくて、で、学校行くじゃないですか。でも学校でも疲れ切っちゃって、うまくいかなくてって、もうそこの過ごしてる24時間の自分が全部ダメなように感じちゃってて、で、どん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 自己嫌悪になっていくみたいな負のスパイラルにはまってる人間でした。実は今回この動画を撮ってるのは、そういった自分の経験から来てるものがすごく大きくて、生活習慣ってあるじゃないですか。で、それっていい習慣もあれば、まあ、良くない習慣もあるわけですよ。例えばいい習慣って、まあ、筋トレを毎日やるとか、俺今朝ウォーキングしてるんですけど、ウォーキングとか、まあ、ちょっと良さそうな習慣ですよね。逆に、まあ、良くない習慣っていうのは、まあ、一概に言えないですけど、夜更かしをしすぎるだったりとか、みんなが自分の今の生活を振り返った時に、その授業の受け方一つとってもそうだけど、なんか良くないなって、もっとこういうことできるはずなのにできてないんだよな、なんて思うこともあると思うんですよね。それを良くない習慣って考えた時に、どっちの習慣もだいたい 2,3 週間同じ習慣を続けてしまうと定着するんですよ。定着しちゃうんですよね、悪い方で言うと。だから今学校が始まって大体まあ1週間ぐらい経ちましたよね。今週2週目だと思うんで、1回ここでちょっと自分の生活を振り返ってほしいんです。で、このままね、そのままみんなバタバタしてるから、なんかうまくこう変えたいんだけど、変えずになんとなく時間が流れちゃって2週間3週間経っちゃうと、その凝り固まった自分にとって良くない習慣を直せなくなっちゃうんですよ。もうそれがもう身につて染みついちゃってるから。だからそうなる前に一旦足を止めて、今自分の生活習慣で何か変えることができないかな、授業の受け方、予習復習とってもそうだけども、何か一つ変えることができないかなっていうふうに考えてほしいなと思って今回この動画を撮ってます。ただこれを見てくれてる皆さんの生活習慣、私全部知ってるわけじゃないので、ここにね、あなたはこれを変えた方がいいよ、あなたはこれがいいと思うよ、なんてアドバイスはできないので、実際に決めてもらうのはみんな自身です。みんな自身が自分のことを決めなきゃいけないんだけれど、それを振り返るとき、自分の生活習慣を振り返るときに、一つだけ大事にしてほしい考え方があります。それが、人っていうのはできることよりもできないことの方が圧倒的に多い、それは分かっておいてください。そんなこと言わなくても分かってるよっていうね、方もいるかもしれないんですが、この部分っていっぱいいっぱいになるとね、忘れるんですよね。この部分を意識しておかないと、自分の生活を振り返った時にダメなポイント、まあ、ダメ出しポイントですよね、ばっかり項目が上がっちゃって、それを上げていけば上げていくほど、あ、自分なんてダメだって思っちゃうし、項目が上がりすぎると、人ってそんなに器用ではないので一気に全部改善できないんですよ。ああもう無理、こんなにあるんだったらもう絶対できないよって言って、どんどん落ち込んじゃうんですよね。もちろん項目がいっぱい上がるのもいいです。例えば思春期の子だったりすると、やっぱりね、こうそういう時期なので自己肯定感が下がっちゃうから、自分のできないこととかダメな部分がいっぱい上がっちゃうかもしれない。それはいいよね、一回置いててもいい。でもできることは一個ずつだぞ。いきなり全部ヒーローにはなれないので、一個ずつまずどれから変えていこうかなって、みんなが例えば授業の受け方とか、ね、学校の予習復習がうまくいってないんだったら、まあ、先週とかに動画も撮ってるんでね、それのアドバイスを見てもらって、そっからまず変えていこうって、ちっちゃいとこでいいの。一
人の変化っていうのはちっちゃいことの積み重ねでしかないから、だから自分で一回ね足を止めて、今週ね足を止めて振り返ってもらって、まずこっから変えていこうって、一つでいいからこっから変えていこうって、それがある程度できるようになったら次を変えていこうって、一段ずつ階段を上っていくイメージで変えていってもらえたらと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。最後に一つ、私が大事にしている考え方を皆さんに伝えて終わりたいと思います。私ですね、あまり自己肯定感が高くありません。自分を褒めたりとか自分を好きっていう気持ちがね、なかなか芽生えにくいんですよね。まあ、わかんないけど、多分中学の時にこのいじめとかがあったんで、そこからうまくこう戻れてない感じがちょっと今でもあるんですよ。で、自分を好きになれてない自分がダメって思った時がすごく長かった。周りってさ、やっぱ自分を好きで入れてる人もいるし、それでキラキラしてる方いっぱいいらっしゃるから、あ、俺はそんなになれないんだ、ダメなやつだななんて思ってたんですけど、自分は今ね、自分を好きになれなくてもいいじゃんって思ってます。自分を好きだよ、大好きだよって言えなくてもいいじゃんって。でも自分を嫌いにならないようにしようって、その風に切り替えてるんですよ。同じように聞こえるじゃん、自分を好きでいることと自分を嫌いでいないことっていうのは。でもここはイコールじゃないと思う。ニアリーイコールかもしれないけど、だから自分を好きになるために行動を起こすのではなくて、自分が嫌いになっちゃうことをしないようにしようって。だからさっきの生活習慣とかもそうですけど、自分がこれをしてると自分が嫌になるなってことはやらないようにしようって。そうやって生きていくとですね、ちょっとずつなんか自分のことが悪くないかもなって思えるようになったんです。だいぶ時間かかったけど。だから皆さんも絶対それが合うってわけじゃないと思うんですが、そういう考え方もあるよっていうのを最後に伝えたくてね、話をさせてもらいました。はい、ということで今週1週間もお互いね、また頑張っていきましょう。また来週の動画でお会いできたらと思います。それじゃまたね、バイバイ。一歩ずつでいいんだよ、ちょっとずつ頑張っていきましょう。